もともと病弱でネガティブな僕は、誰のアドバイスにも耳を傾けることがなかった。聞く耳を持っていなかった。19歳でメンターと出会い、彼から教わるすべてをまるで乾いたスポンジが水を吸うように、どんどん吸収していった一年。思考が変われば人は変われるということを身をもって実感した。ここが僕の人生の起点となる。僕の人生は20歳から始まった。そして2回目の人生の起点は大河ドラマで緒方健さんと出会ったことだ。あの時の僕は疲弊していた。いろんなプレッシャーに潰されそうにもなっていた。アンチも敵も多かった。そんな中で彼が僕に与えてくれた厳しい教えと優しい眼差しは、僕に大きな自信と安堵をもたらしてくれた。この人のために頑張ろうと心から思った。あの出会いがあったからこそ今のガクトがある。もう亡くなってかなり経つが、まるでつい最近の出来事のように思い出す。そんな父さんをいつも思う。いつかまた再会した時に、たくさん自慢話ができるように、今を生きる。今を一生懸命生きろ。素敵な明日を迎えられるように。二度と帰ってこない昨日を後悔しないように。昨日は過去。明日は未来。今のお前にとって、この瞬間は、神から与えられた贈り物。だから英語ではこの瞬間を、プレゼント、と呼ぶ。Yesterday's the past. Tomorrow's the future. But today is a gift. That's why it's called a present.